はい、どうも、今日は2人ということでね。じゃあ、そんなラジオの始まりみたいな。え、結構久々じゃない？はい、久しぶりの2人は久々だよ。ちょっとね、盛り上げられるかな。正直ね、再生数グッと落ちたらさ、こっそり教えてね。むずいよね、ジーンときた人。ジーンときた、はい。前回は奇跡起きたけど、聞いたことあるんだよ、やっぱスマッシュヒットだから。はい。でも意外とタイトルをトルあれみたいなのを絶妙なとこついてくるでしょ、はい、特にオジャスが、はい、だからいい企画だよね、これは。いや、素晴らしい企画です。いい、素晴らしい、ありがとうございます。そして次、年の3メドレーです。年の3メドレー、これはいつも通り、まあ、盛り上がるのあれですけど、はい、ちょっとジュリーさんが何をなんかちょっとなんだよ、かっこいい感じで、かっこいいの歌って、いいことじゃない、かっこいい感じで、はい、むちゃくちゃいいことでしょ。ジェシーさんもはい歌わせていただきました、はい、よかったね、あれが出てきて。お、何あれ、あれが出てきて、はい、何あれ、あれが、あれが出てきて、俺がバッて言って、大好き、奪って歌って、あーあーあーあいえ、もう言ってるよ、ベイベー、玉木さん、いや言っちゃダメだってバレてる、やばいよバレてる、ワインだった。あれ初めて歌いました、初めて歌った。ジェシーはね、大好きなアーティストの歌、ね、いつもまああの方の曲歌えない人ってあんまいないからさ、そう、念願の、念願の、ハッシュタグ浜田歌謡祭で皆さんたくさんつぶやいてね。浜田歌謡祭10月20日ですね、金曜夜7時、ぜひご覧ください。いける、今逆になったら編集でね、こうやって、じゃあ浜田からそっちやる、いい、じゃあ浜田歌謡祭ハロウィンスペシャル、勝つのはどっち、浜田が落とします、浜田が落とします。ときめく時を TBS。